こんにちは、黒かじきチャンネルの黒かじきと、はい、黒木です。今回はコラボさせていただきます。今やるクエストは、俺が紹介します。ランプ夢見る黄金の夜、ランプのせいマリーダが、出ているので、これを攻略したいと思います。パーティーはオシリス、チャンドラ、クシナでやっていきたいと思います。さあ、勝てるのでしょうか。はい、ではやっていきたいと思います。やるで、確実に勝ちたいんで、これでいきたいと思います。あ、ちなみに、ちょっと負けちゃったらそのまま終わりたいと思います。はい、オーブがないんで、すいません。それはこちらの都合なんで、本当にすいません。今一瞬見えたかもしれませんが、とてもフィルム汚いです。そして、これは初見じゃないんですが、これ、とても痛いです。特になんか、見せられちゃうんです。今の攻撃みたいなのが結構痛いらしくて。なので、できるだけ上に行きましょう。これ上じゃなくても、真ん中に来れればいい感じですね。そして、レスパーがいるなら、まあ。まあ、レスパーはバリアがいますからね。とてもね、強いチャンス。そして今回なぜこんなに厳重で行ったかというと、まあ、ひどい話しちゃいますと、実はこれ、はい、黒かじきさんには2回目なんですよね。動画をアップする前は。1回目は、本当アップロードする予定だったんですが、これ負けちゃったんですよ。なので、なんで下に入ってる、最初の方を見直してもらうとわかると思いますが、はい、スタミナ減ってましたよね。50人になってましたよね、98回。それは、負けてしまったのが原因です。はい、本当にすいません。結構強いものですけど、前回数がそれほど強いっていうことなんですよ。で、マジで切れたので、この、俺の最強軍団で行きたいと思います。ただ、全員満たしています。というか、ちょっと徹底的にぶっ潰さないと、こちらも気が済まないんです。まあ、落ちる人もなんですけど、ね、で、こちら、やりたいことというのは、サークルが強い。はい。とても強い。これはフレンドさんの、はい、ワクワクもあります。そして、空撮。これ、今上手くないですか？全部打てました。勝って、こいつが落ちるところまで見せたいと思いますよ。また話すると勝っちゃえばもう落ちるんですよ。しなければ1点を確実に落ちるのね。はい、今回勝てば確実に落ちます。ちなみにこのキャラは見てないですね。はい、初見です。なのでクリアもされていません、まだ。はい、参加するんです。じゃあ、やりますか。ちょっと満点、完全満点でいきましょう。で、次は多分、そっちか。一回満点する。戦いすれば大丈夫かな。お前、弱いなぁ、ちょっとコケンついたけど。チャンドラでも死んじゃうかな。って言いつつ、まあ。お、うまい、戦う。そして、まあ、クシナダは取っといて損はないので、まあ、短縮して。もうボスか。まずい、ちょっと、単稼ぎが一人もできてない。まあ、SS なしで勝ったらね、もう奇跡にしたいです。なんだか決めちゃうな。さあ、倒すことができるんでしょうか。本当、すぐですね。あ、来ましたね。え？ひどくないです。え？私に
今引っ張ったと思うんですよ。手上げて。結構めっちゃ食らってる、めっちゃ食らってる。これ逆にいいんじゃないですか。今引っ張ったと思うんですよ。手上げて。はい、まさにね、ということでマリーダクソ、ちょっと一回消えようか。一回マリーダ死のうか。予想外すぎて、はい、ちゃんとありました。あー、そっちゃった。あいやいや。で、次、ちょっと、勝利を確実にしたいかな。ちょっと調子に乗ります。はい、もう勝てました。第2ラウンド終了。え？ああ、あった感じか。これ負けんじゃないですか？大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。これ怖い。負けたらやばい。今、見てきたじゃないですか？で、ここでルッサ、最強です。ルッサ、ロクシナルがいて、すごいですね。これ最後のターン。はい、ですね。え、これ、ハマって。できるね。ルッサー高いですね。やばい。ルッサー今の匂いは10点ですか？はい、10点です。普通の10点ですよね。はい、10点メンバーで来ました。2回だけ？2回だけ。キャンドラは何点ですか？6点に使ってますね。キャンドラは欲しいからの100点にした中では結構強い方ですね。はい、まあ、僕にとって一番強いと思うのはギリロック。ああ、同じですね。はい、もう勝ち確したので、とりあえず、まあ、拍手の準備しておいてくださいね。はい、ちょっと画質悪いですが、とりあえず。はい、終わりました。最後に。じゃあ最後に、ドラッグが決めて。さあ、何ドロするか。できれば運は薬でいいって勝ちたかった。が、オシリスの戦いは負けていました。では、なんだろ、なんだろ、なんだろ、ニドロ、ニドロ、このド、このスマホからするととても強いです。はい、リベンジ果たしたり。はい、じゃあ今回はここで終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。はい、コラボありがとうございました。